かもしれませんね。どうしてもこれからペナントレースはどんどん進んでいく上においてローテーションの谷町が当然出てきますからね。さあジャイアンツは石橋アナウンサーの担当です。今の増田上の場面で打てるでしょうか。上半身でね戦ってもらいたいですね。今日の東京ルエン2